あ、これでも晴れてきてますね。昔も同じ結論なんですけども、あのドアの音を何回もさせて、あと音が鳴る車、意図的にそういう車種を選んでるんだと思いますよ。嫌がらせ込みでね、老人男性が運転してますね。まあ多分音が鳴ってたのは5453の方だと思いますよ。神戸504、あのシルバーの、車椅子のマークがついてる右手の方の、トヨタ車ですね。神戸504な、これ証拠されているから晴れになってきてるんですよ。